お疲れ様です。今日はですね、こちらの超公開でミラーコカツやっていきます。というわけで、まあ、呪文がね、入ってないっていうんですか、まあ、ゴブリンバレルも鏡もまあ呪文なんですけど、まあ、みたいなところはいらないんですよ。ウッドとかね、はい、まあそういうのを除いて、もう1コス3枚で回転でね押し切ろうぜっていうデッキでございます。はい、まず今の環境はね、もうロケット押しがめっちゃ強いです。はい、クロスだけ勘弁。クロスだけきついです。クロスだけ勘弁。あー、もう幸せですね。このポイズンはクロスにポイズン入ってないので、マスケラかなと言ったところで、はいはいはい、まあそのロケ砲がね強いので、まあ、ロケ砲ミラーしとけばなんとかなるんじゃないのの、はい、こちらのデッキでやっていきます。大型もロケ砲ミラーで頑張るし、まあ、あともう攻めはね、何バレルバレル、はい、バレルからのウッドとか使わせて2周目バレルがめちゃくちゃ強いと思うので、積極的にね、もうなんか序盤の間にダメージ稼いで逃げ切るぐらいのプランがね正直理想ですね。あー、で今回の相手は、あ、これ金掛け倒されるわ、しゃーなしか、金切しちゃうっすよね。まあ仕方ない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 。今回の間はスケラーでアウトラ、なんかたまにいるやつだな、なんかこのちょいちょい見るんですよね、この変なスケラー。これ勇気回ってないんで結構おいしくない？いや、いいよ。で大砲置いて、あとは1コスで回収、まあ、これが強い。よいしょ、はい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 。まあウッドがないんでちょっとだけスケラ抜きは嫌だねみたいな。これ禁忌してるからハイスピまで添えないと雪で完封されちゃう。さあ雪打つけど、ハイスピやることによってゴブリン殴らんのかい、殴ってくれよって感じか。いや、スケラ抜きちょっとだるいね、これ気づいたけど。まあロケ砲、ロケ砲地味強いのとこれ止めちゃう。さあこうしてしまえば、あとはなんか大砲がね頑張ってくれて、いやーマジ大砲強っ。お前はいつ加砲されるんや。まあ難しい、ボムも強いしインフェも強いし、施設っていうものがねちょっと強いからね、クラドはね。あとまあ攻めてあげてって感じかな。攻めながら防衛、攻めることによってこうずっと俺の流れをね握っていきたい。よしよしよし。まあロキオミラーとかやってもいいんですけどね、これなんかヤンキー攻めしていい。やりたくなっちゃうよね、2枚あるし。あ、待って、やばい、それなんか竹がバグってる、竹バグってるし、シャシャリシャシャリ攻めしてピンチになってます。勇気が回んない、ギリ回んない。さあ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 、まあまあまあ、マジでねロギ砲で頑張りたい。それやばいね、絶対竹取れる、しかも雪玉、いや、いい防衛してるからの、これマイティこっちに飛ばしたいなってこう思ったけど、ロギ砲でいいや。ロケオミラーここに来て、いやちょっとうざいで攻める、攻めることによってよいしょ俺の流れを持ってきたい。さあさあさあ、さすがにここは止まるはず。大砲がねスケラ受けに地味強いです。ファイスピで削りいく、いやこれロケ砲か、バレないでほしい。いや、でかいでかいでかい。まあ右もちょっと嫌になってくるね。でももう攻めまくって、ここで攻めて、お願い、耐えてほしい。マジでやばいやばい、怖すぎる。雪玉1周目にはやばいやばい、いっぱいおる。ハイスピ、いや、ファイスピー、ハイスピー、ふうふうふう。さあ、好きで
かっていうか、いやちょっと怖いね。なんか LS スピカとか欲しくなるな、これ。アイスピ、ファイスピスケか。いやまあファイスピを LS スピにしてもいいけど、まあまあこれで勝てたし、これでいきますか一旦ね。いやいいね。まあ基本はバレルミラーだとは思うんですけど、まあ、さっきみたいな状況ではね、ロケホミラーもあるしバルーンとか来たら大砲大砲でキング起動とかもできるんで、まあ、ちょっと状況に応じてミラーするカードは変えていこうかなと。あーまあ流行りかな、流行りの迫撃ホグとか、まあホグとかそういう感じですよね。流行りはロケット推しですもんね。さあといったところで、ここにはローリングとなると、これはいやーめちゃくちゃいい金起動されていくけど、12レベゴブリンがちょっと殴る。いやこの金起痛いな。でクエイクで大砲ボコボコいかれるんで、これはでも止まる。いや止まるね。ウッド回ってんかい。さあといったとこで、大砲はねクエイクにマジで弱いんで、まあ、逆サイドの端前に出してホグを、まあ、1コスでルート強制すると守れるで、まあ、それはちょっと徹底していきたいかなと、まあ、限界突破ロケホンはいないんでね、グラチャレだと。それは幸せか、なんか来そうな顔してる。まあ気持ち程度に警戒して、まあバレルミラーかな俺は。おこっちでもいい別に。いやでもなんか結構入る、結構入るけど、なんかこの後のカウントやばい。なんで、いやーまあ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 許されるぐらい。どう考えてもらう左だな。でこれやばいです。焦ってますロケホンのエムも焦ってます。やばいやばいやばい、なんか変なチクしてる。俺の勝ち筋はもうバレルミラーですね。まあでもそれはでかい。ちまるちまちまね。さっき言った大砲逆サイのやつはやったほうがいいんですけど、絶対なぜかしてない。手札に1コスをね持っときたいな。よいしょ、ここです。でああ勝手にもあっち行った。さあで、ね、ちょっと大きくなっちゃうけど、いやなんかはみ出てる、でかいぞ。いやーこれむずいね、マジ打ってほしい、めちゃくちゃ打ってほしい。あれに今から呪文削りで負けるパターンもある。うっ、死ぬ気の耐え。いやこのロケホンめっちゃ頑張ってるぞ。呪文で負けるの嫌だな、こっから。これちょっと間に合わんとね。いいよ、まあここにはウッドが。うわっうわい、さああと82、地獄の82。さあルート強制して、ここにはウッドが。いやマジこれ勝つ、いやこれ間に合わんだろ。うわー、さあバレルミラー入ってく。いやこれね、もっと早くから大砲逆サイドで受けれてたら楽だったんだけど、なんか手札にね1コスとかないとめちゃめちゃむずい、事故りやすくて、なんかできなかったら慣れてないのが出てたかもしんない。さあ結構ね、でもミラーの良さが出てたんじゃないっていう試合でしたね。ミラーなかったら
バレル刺さんないし負けてた気がしないこともないみたいなね。はい、結構いい味出すんですよねミラーちゃんが。さあってことでギャングちょい珍しい。いやーやらめでねやられてくれるのはめちゃくちゃいいんですよね。6本キンキドされないんでね。これでヤギャングだと迫撃が酷度はなってくるけど、1コスね稼ぐ4ダメージ、やばい、これコウモリに座れるだるい。おお、なんか怖いデッキ来たな。まあ6を出して武器を出してうっ、でも矢波さ、あれ矢波耐えないのかな、あれあれ今さミラーロキコって普通の矢波で行かれたような、残んないのか、コウモリがかすったとか、矢波でミラーロキコさては普通に行かれんのか、普通に行かれすぎて違和感があってこっちミラーしてんのに。デホヤで飛ぶんかこいつは。いやわかんねえな、その辺のダメージ感覚がこれまたね難しいとこではある。まあソウルコール使ってきたら程よく潜って、さあロケット欲しいね。えっとマイティ、マイティやりすぎじゃないそれ。いや強すぎる、今回の相手の敵いかついね、だいぶいかついね。ちょい攻めて最悪1本おられてもいいように左も削っていく。いや強いね、マジ相手の敵今回ヤバすぎん、回転早すぎる。やらめ使ってほしいけど許容か、これは。いやこれはもういろんなところに出しまくって相手に防衛むずい、むずいよねっていう、むずいよねってさせながらやばいって強い。いやもう相手これついてこれないぞ絶対。いやてか左の方が削れてたの。さあバレルミラーぶっ刺さるし、いや回転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 、やらめきても術いっぱいあるし、もう一回ハイスピードも気持ちよくなれる。おい、いやいかつ、ヤファイボ、ヤファイボエリゴレダグネスケケみたいな、だからすごいデッキだね。まあけどけどでしたね。やっぱロキコミラー強いね、ヤファイボレイジいかつ。いやミラーがねほんまええ味出すんですよね。さあミスターディーナーなんて読むよ、いしょ。いやまあロイかなか神技か。さあロイジャイ、まあゆっくり行くか。マイティロキコ大砲あるんで、あとアイスピと守れるとは思うんですけどちょっと怖い。まあここはトリトン警戒だけして、これやばいかな、これ。まあでも次が限界突破しないロイなんで耐えれるか。あーハンター完封ね、やばい囲めてない。このゴーストたまに囲まないのマジできついよね。やばい入りすぎ、序盤にしては、序盤にしては痛すぎる。まあ痛すぎるけどギリ許せます。はい、めちゃめちゃギリだな。ちょゴーストの受けスケでちゃんと囲みたいな、まあ、タルババなんですけど横にずらすと一体よくはみ出ます。はいで序盤の間にダメージ稼ぎたいんで俺は、こんな感じで。いやそれ強いな、エレスピ。エレスピやだな、ウッドもないしね。
いやでもいい、でも金起動されちゃうんで、せめて。うわー、いいハンター、一体。いやでも意外と耐える。よしよしよし。いや金起動できない。できないっていうか、ミスってる。いやー、意外となんか、渋いね、流れは。やばい、なんでそっち行った？うっ、いやー耐えてはいるけどって感じだな。俺の攻めがぶっ刺さないとミラーバレルで。うわー警戒されてる。ウッドがない、ウッドが欲しい。いやちょっとある。いやー再度これやばすぎる。これやばいです。耐えればするんですけどね、攻めがね。うっ、耐えれもできない。ウッドが欲しいのよ。いや可能性はありそうだな。おこかっちゃん、おこかっちゃん、トルネなければ、キング起動さえされなければ、おんどろ、さあファイブ使うとなるとロケホーム限タイム、ラバかなこれ。めちゃめちゃラバっぽい。ラバだとものすごい相性いい気がするな。うっ、そんなもろい。やらめ使う。さあとなると、あーいい処理ですね。けどこれ陸ないな。潜る。まあババが間に合いますか。間に合いません。でかすぎる。やばすぎマイティエグすぎ。まあこれがね、この最近やっぱロケコホグとか、まあ、マイティデッキいっぱいありますけど、対空水ラバに戦える理由の一つですよね。体育薄いけど、マイティ強すぎて、ラバ側もね、陸きついんやっていう、あるあるです。さあ、今回ではヤファイを。まあ、でも、みたいなのがあるよ。さあ、これも攻めながら、鏡は最初のカードとしては使えません。はい。これなんか。あ、でも、潜って、もしかしてそっちが折れちゃったりする感じですか。いやえぐいよね。嘘や。でまあヤファイブで行かれる。このロケコってヤナムで行かれるのかな。あヤナムで行かれるんですね。やっぱりミラーロッコもミラーしてんのに。さあでも残り30秒なら耐えれそうじゃない。
って思ってるんですけど、どうですか怪しいですかね。いや、耐えれるとは思ってる。いやー、もう何もかもなくなってる。さあ、でかいね。もうマイティー、結局ね、まあ顔されますから、はい、次の環境ね、許せます。さあ、ハンコないから日給で、いや、もうマイティー強すぎね。ただそれだけ。おー、この手札やだな。ロケッコ出してキング起動されるのもやだしみたいな。まあ、マイキーでいいか。ハンコないから肉球でなんかいいな響きがなんかいいな気に入ったな。さあ、ラバかな。いやー、これまた美味しいんじゃない。ラバやらめ使って、いや、なんだ、スケラか。まあ、スケラの可能性は一番高いかな。ハンコないから逃げる、俺だけから積もってんの。かわいいな。ヤーメファイボね。ザッピー嫌だな。よしよし、まあでもヤナアメファイボってことはちょっと重たいんですよね、お相手さん。俺のこの回転についてこれないんじゃない。あ、めっちゃいい取りと。ファイボだもんな。でも序盤の間に正直ダメージ稼ぎたい。ファイボか。いやー、やだね、この完全に守ってくるタイプ。まだロケオ最強で、ここのバレルめっちゃ強いぞ。からのこれがもうめっちゃ強い。こっちが本命。まあ、トリトン、おい、頑張れ。その程度か。お、そう、呪文使うとついてこれなくなるよね。2で6億しかも残ってる。で、またトリトンだけ対策して警戒か。流れはいいんですけどね、あんまダメージ入ってね。ダメージ入ってる感すげえあるけど、そんな入ってない。いや、もったいなかったね今。延命できそうならする。そりゃね、簡単に処理させるの一番もったいないからね。いや、一生これしてるだけだけど、それが強い。一生これ、いや、ロケホーはいつまで。あー、頑張れよ。お、それはやばいです。俺が一番されて嫌なこと。いや、けど耐えれない。やばい、うっ、痛い。いや、待って、やばい、一発。あ、エレスピやっぱ欲しい、このデッキ。エレスピ欲しすぎる。何度目はスプリット欲しい、スプリット欲しい。緊急レベル12、あります、今からね。クラロワってそういうもんですよ。
ありませんでした。あー箱台から肉牛で噛みすぎー。